クロモンチ、デカモンチです。こんにちもんち、デカモンチです。前回ね、大阪ルクアイーレでやってたあのモンチッチのバースデーイベントの、あの商品をね、ちょっと紹介させてもらったんですけれども、あのその中でね、あの一箇所だけちょっとね、ごめんなさい、あのぼかし入れてたところがあるんですけれども、ここね、あえてちょっとぼかし入れてますけど、ここについてはね、ちょっとね、ごめんなさい、次回、今回はそれを紹介してみたいと思います。それがこちら、じゃーん、はい、こちらがマイチッチですね。これがね、私どうしてもね、お迎えしたくてね、オークションとかね、メルカリとかね、すごいチェックしてたんですけど、なかなかね、あの出てこなくて、あの前回ね、あのイベントグッズ、あの送ってきていただいた方がね、たまたまあの2セットお持ちになってて、あのデカモンチさん譲りますよと言っていただいたんで、ちょっとねこちらねお迎えしちゃいました。こちらがね、モンチッチの弟と妹っていう設定なんですよね。まあ知ってる方知ってると思うんですけれども、まあモンチッチが誕生した時っていうのは、あのまあ男の子と女の子がいて、まあ双子っていう設定だったんですよね。でその後すぐぐらいに、まあ、弟と妹もいるんじゃねえかっていうことで、まあ、関口さんこちらを誕生させたようなんですけれども、あのね、いつもであればこれね開封していきたいんですけど、これねもうしばらくね開封やめときます。これごめんなさい。というのはこれ ねここにマイチッチで35周年って書いてあるんですよね。要はモンチッチが35周年を迎えた時に作られたオフィシャルショップ限定のマイチッチのセットなんですよね。でね、このねマイチッチってこのねお目目がねめちゃめちゃ垂れ下がってるの。これがね今ものすごく可愛いんですよね。私ね正直ねモンチッチにハマりだした頃はこのマイチッチってなんかちょっとねぶっさいぐだなと思って、あ、人のこと言えませんけど、私ねはい、なんかねちょっとなんか違うよなと思ってたんですけど、だんだんねあのモンチ愛があの深まるにつれてね、どうもね可愛いじゃんと思って、でもね結局ね今ねこれね製造してないんですよ。これだからオークションとかメルカリとかももうほとんど出ないんですよね。出てても結構高かったりするんですよね。でそんな中で、まあ、前回そのグッズを送ってきてくれた方がですね、いいのっていうぐらいの感じでね、譲っていただきましてですね、本当にね今後これは私大事にさせていただきますんで、もう本当にありがとうございます。いらっしゃい、いらっしゃい、うん、あのね男の子の方がねもう名前決めてるんだよ。それは今度ね紹介できたら紹介しますよ。かわいいの、うん、この垂れ目具合とねこのねお口のあたりがねものすごくねかわいいんですよね。これねこの辺にね鍵みたいなのもあるんですよね。鍵とかねハートのなんかもありますね。開けたいけどねなかなかちょっと開ける勇気がないですね。まだねしばらくちょっとこれは熟成ですな。ごめんね、もうちょっとしたら出てこようね。なんで作るのやめちゃったんですかね。あのこの場を借りてちょっとお願いしましょうかね。あの関口さん、マイチッチ再販お願いします。もしねあの再販になるようであればこちらおすすめでございます。マイチッチです。ほんと可愛いねこれね。なんか私の予想からいくとこれ3、あでもな35周年でしょ。40周年の時って多分ないんだよね。ってことは45周年ぐらいの時に関口さんなんとかお願いできませんかね。これかわいい。これほらね、イラストもねちゃんとちょっと見えます。このイラストもねマイチッチになってるんですよ。これすっげーかわいいよな。今後ね気が向けばちょっと中からちょっと取り出してね、あのしっかりツイッターとかインスタでちょっと活躍させてみたいなと思っております。はい、ということで今回はこの
マイチッチの紹介でした。本日もご視聴ありがとうございます。下の方にチャンネル登録ボタンありますんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。私 Twitter、Instagram やっております。はい、アットデカモンチで検索すると出てくるかと思いますんで、そちらの方もぜひフォローお待ちしております。私の他の動画も金の輪からぜひチェックしてみてください。それでは今日のモンチャレル、今日はこの辺で。では。